U20 女子 60m ハードル予選、室内日本記録は8秒29、大会記録は8秒32です。予選は4組行われます。上位8名が決勝に進出、続く上位8名が2決勝に進出します。その1組7名の出場です。鳥取中央育英高校8秒67、4着以下はスペインのランク通りです。大丈夫です。自分のその自分自身の技能を尊重しながら、間違っていることは間違っていることです。6名の出場です。
速報です。1着吉田恵梨香園田高校8秒51、2着前田美月立命館森山高校8秒53、3着野村瑞希石橋高校8秒66、現在判定中の速報です。U20 女子 60m ハードル予選4組6名の出場です。1着森脇いかなみ神奈川朝日高校8秒82、2着小早川小春星稜高校8秒82、3着は内藤家の北石三田高校8秒89、判定中の速報です。60m ハードル予選は3組行われます。上位8名が決勝、続く上位8名が準決勝に進出します。その1組6名の出場です。速報です。1着安藤亜美志学館大学8秒31、2着大松由紀愛嬌大クラブ名古屋8秒31、3着大久保由里ユティック8秒33、現在判定中の速報です。組の結果、日本選手権女子 60m ハードル予選2組6名の出場です。
い記録が出たようです。フィニッシュタイムは8秒17、昨年、おととし青木が作った日本記録、大会記録は8秒05ですが、速報です。1着青木真澄七十七銀行8秒16、2着ホンダレイ順天堂大学8秒39、3着ヒロロイミキ日本大学8秒44。決勝が楽しみとなる見事な予選の走りでした。日本選手権女子 60m ハードル予選3組6名の出場です。8秒26、2着鈴木美穂長谷川体育施設8秒32、3着島野真央日本体育大学8秒41、現在安定中の速報です。来週のアジア室内選手権代表清山が1着、昨年の世界室内選手権に出場した鈴木美穂が2着というレースでした。